成長ホルモン成長ホルモンは脳下水体全容の GH 分泌細胞から分泌されるホルモンである。人成長ホルモンは特に HGH と呼ぶ。主要な成長ホルモンは191個のアミノ酸からなり、分子量は22桁である。プロラクチンと遺伝子構成、アミノ酸配列が近く、一つの祖先となる遺伝子が重複し、機能が分化したと考えられている。 人成長ホルモン遺伝子は17番染色体に一致する。標的器官に直接働く場合と間接的に働く場合がある。間接的に働く場合、成長ホルモンが肝臓などに働きかけ、イグフマイナス1を分泌させ、それらが標的器官に働きかける。成長ホルモンには成長に関する作用と代謝をコントロールする作用がある。 主にイグフマイナス1を介して起こり、標的器官の細胞分裂を盛んにさせる。イグフマイナス1が欠乏する、先天病として、ラロン型低身長症がある。また、イグフマイナス1受容体が欠乏する、先天病として、インスリン様成長因子一不応症がある。また、糖質コルチコイドの分泌によって、イグフマイナス1酸性が抑制されるほか、 イグフブプマイナス -1 の分泌によって、イグフマイナス -1 の作用が阻害される。血中イグフマイナス -1 の量は、前立腺癌、乳癌、血腸直腸癌の発生率と性の相関にある。牛乳には、イグフマイナス -1 が含まれているものの、製造過程でイグフマイナス -1 が壊れ、その吸収率も低いと考えられるので、癌リスクが低いと考えられている。断食には、 イグフブプマイナス -1 を増やしイグフマイナス1を減らす効果があるとされ、60日ごとに5日の断食を行うことが試みられている。また、グリシンにイグフマイナス1を減らす効果があったとする動物実験の結果がある。成長ホルモンが直接作用する場合、イグフマイナス1を返す場合の両方がある。成長ホルモンはあらゆる因子によって分泌調節を受け、 カルス状分泌をする。床下部から分泌される成長ホルモン、放出ホルモンの作用を受けて g h 酸性細胞から分泌される。また、床下部からのソマトスタジンにより分泌が抑制される。成長ホルモン自身により、ネガティブフィードバックで分泌が抑制される。また、イグフマイナス1も、下水体に作用して、ネガティブフィードバック機構により、 成長ホルモンの分泌を抑制する。1. 成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療としてに運動能力向上薬物としてプロスポーツ界ではドーピングとして競技界外検査で禁止されている物質に定められている。3. 美容アンチエイジングとして成長ホルモンの分泌は加齢とともに低下するため美容外科などで利用されている。 絶下に成長ホルモンをスプレーし、粘膜から吸収する方法を。日本では医薬品に分類される。成長ホルモンは睡眠中に2時間から3時間の間隔で下水体前用より分泌される。従って子供の成長や早治中、肌の新陳代謝は睡眠時に特に促進される。一般的なレジスタンストレーニングや高強度の持久的運動などの 強度の高い運動を行うと、血中の成長ホルモン濃度は200倍程度に増加する。また睡眠中にも同程度に増加する。体外から成長ホルモンを投与するのではなく、腕や足をベルトで加圧し、血流量を制限することで体内からの成長ホルモン分泌増加を促すトレーニング方法。一般的なレジスタンストレーニングと比べ、 低負荷強度の運動で成長ホルモンの分泌更新が起こる。成長ホルモン分泌不全性低身長症の補助診断に人為的にアミノ酸のアルギニンを静脈投与し、成長ホルモンの増加反応を測定する方法。ありがとうございます。